ようこそ三浦浩井の部屋へということで、今日もありきてラグビーの話をしてまいりましょう。やっと撮れる、やっと収録できるっていうテーマでございます。なかなかちょっと隙がなくてですね、竹内修平くんの動画をちょっといつかは撮りたいなと思いましたが、今日撮らさせてください。よろしくお願いします。高校大学無名校の星プロップ竹内修平アークスの、まあ、これちょっとアークスって名前残るかどうか分かんないんですけど、アークスのディビジョン1復帰は彼にかかってるということで、 NTT グループが全く分かんないんですが、まあ、一応なんとなく彼は残るんじゃないかななんて思っておりますが、よろしくお願いしますということで参りましょう。いや、あのですね、本当に彼の NDS の選出は多分一番嬉しかったんじゃないかな、僕個人的には。あの、個人的にも彼の NDS 選出はマジで嬉しかったです。かなり無名な選手にもかかわらず、さらにですね、 NTT グループ再編問題でリーグワン途中で発表されて、本当アークスいろいろ大変だったと思うんですけれども、あの、ひときわ輝いてましたね。で、実際にちょっと元気がなかった説って、確かなんか2、3節ぐらいやっぱり元気なかったんですよね、アークス。まあ、それがいろんな原因もあると思うんですけれども、もうその中でも本当に試合中ずっと声出して、で、体を張ってですね、誰よりも体張って、もうアークスの勝利のためにめちゃめちゃ動いてたなっていうところで、もう一気にファンになって、で、あの、実際、あの、僕の動画長くお付き合いいただいている方だったらお分かりだと思うんですけど、毎週やってたそのベスト15とかでも、なんとこのたくさんいる優秀なゴロゴロいる中で、僕はなんと3回も選んでんですよね。第7節、まず、あの、初めて選ばさせていただいたのが第7節で、まあ、3番なんてね、優秀な選手、あの、ゴロゴロいる中ね、竹内選手を第7節、まずここでちょっとですね、すごく目に留まってですね、で、あとは11節かな、ちょっと離れて11節でも、あの、選ばさせていただいて、で、13か。だから、やっぱりいろいろ、その、大変だった、にもかかわらず、いや、本当に素晴らしい選手だったなっていうのと、もう、あと、笑顔が素敵なんでね。なんで、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、この竹内選手の経歴もちょっとかなり特殊なんですよね。なかなかいない経歴と、なかなかいないちょっとアークスの入団みたいな経緯が一回記事に出たんですよね。竹内選手がやっぱ頑張ってるっていうこともあって。だその時に、わ、ちょっとそれで動画撮りたいなとは思って、ちょっと目に留まったっていうのがあります。まあ、ちょっと時間が空いてしまいましたが、引き続き彼を追っかけていくので、カイポーリ同様ですね、まだ知らない方、名前は知ってるけどなんかちょっと経歴知らない方っていうのは、一緒にここで覚えればですね、次から見るときより応援したくなるんじゃないかなと思います。じゃあ参りましょう。まあ、そうですね、ごめんなさい、これ自分で作った資料なんですが、この時竹内選手が選ばれたのは本当に嬉しかったですね。ね、で、キャップ1ですからね、いう感じでございます。まあ、3番ですね。で、宮崎県出身で、ポジションはプロップですね。183センチ、115キロと、いい体型で、で、この輝かしい日本代表キャップは1、さすがウィキペディア、更新が早いということで、2022年6月18日現在ですが、まあ、ちょっとそこから、まあ、1週間ぐらい経ってますけれども、まあ、日本代表キャップ1と、素晴らしいんじゃないでしょうかと、ああいうところですね。で、もうちょっと詳しく説明すると、九州共立大学で、で、他の記事も参照しましたが、彼がそのキャプテンの時に初めて出たのかな、大学選手権に。まあ、ちょっとそのくらい高校も大学もラグビーとしては無名校だと、いうところですね。で、ここに書いてありますね。で、ここの、九州共立大学卒業後、NTT コミュニケーションサイニングアークスに加入って、ちょっとウィキペディアなんでさらって書いてあるんですが、ここに彼の面白いエピソードがあるので、ぜひ知ってもらいたいなと思います。ですね、このあれか、ラグリパから持ってきたのか。ですね、やっぱり九州学生リーグ一部の九州共立大では、関東関西の強豪大に比べてスカウトから注目されづらかったものの、
一つの機会に焦点を絞ると、やっぱり上のチームでやりたい、リーグワンでやりたいっていう気持ちをずっと持ってたみたいですね。でそこで普通なかなかね、この自分たちの代で初めてその大学選手権に出てるわけだから、なかなかスカウトも目に留まらないっていうこともあって、でそれでカイポーリー選手みたいにもうめちゃめちゃもっとなんか目立ってればいいと思うんですけれども、竹石選手はそこまでやっぱり目立ってなかったんで、最上級生になる前の2019年3月にですね、これはこんなのあるんですね。当時のトップリーグの合同トライアウトにあたるトップリーガー発掘プロジェクト2019に参加したと。でこれさらに面白いのは、当時はフォワード第2列以降のロックナンバー8を務めていたが、多分このまんまだと受かんねえだろうということで、将来もともと頑丈なんでね、フィジカルも今も強みにしてるんで、生かすべくこのトライアウトでは最前列でスタンバイしたと、ああいうところで、ああそうなんだ、ね、プロップ最前列で応募したんだと思ったんですけれども、さすがにちょっと準備はしてるだろうと思ったら全然準備してなくてですね、面白かったのはぶっつけ本番で88のスクラムを組むことになったと。で変な形で押していたら斉藤コーチ、あれですね、シャイニングアックスのに目が止まるんですけど、竹内くん押し方が違うよと。でそこで初めて、実は僕今日初めてスクラムを組んでいるんですとカミングアウトしてとで面白いね君っていう風になって目に止まったというところでございます。すごいですね、こんな風にチャレンジする人いるのかなと思ってちょっと笑いそうになっちゃったんですけれども、こういう経緯があったんだと思ってちょっと面白くてですね。でそのやっぱりインパクトが強かったのか、スクラムの造形の深い斉藤コーチにとって色のついていない大器が魅力的に映ったのだろう。まもなく竹内はシャイニングアークスの練習に参加、事実上の最終セレクションをパスできたとすごすぎるだろうということなんですけどね、これもう知らない方ぜひ、なかなか聞かねえなこれ。本当それは本当にいろんな縁とかがあったと思うんですけれども、そこでシャイニングアークスに入れたっていうことは、これはですね相当大学とか有名大学じゃない大学選手権出れない選手とかなチームに所属しててリーグワンでやりたい人にはちょっと夢を与えるエピソードなんじゃないかなっていうのは思います。でさらにエピソードはあってですね、長谷川慎さんともちょっと関係があるみたい、関係っていうかナショナルチームでスクラムを教える長谷川慎アシスタントコーチとは学生時代に面識があると。でスーパーラグビーに挑むサンウルブズが北九州合宿をした2018年冬、長谷川ら当時のコーチ陣が九州教育大の指導に訪れたのだという、これもなかなかの縁ですね。で長谷川コーチはこの時普段から唱える8人一体型の組み方を落とし込む、間を置かずに何度も組み込ませ理想の形と実際のズレを端的に指摘する、数十分コーチングを施し、これでスクラムが好きになった人と問うとみんなが手を挙げたと。3年生の竹内もその一人だった、3年生なので当時はですね、ご存知だと思うんですけど、これでお別れだと思うんですけど、多分ロックとかナンバー8でスクラム参加してんじゃねえかなと笑顔で10回すると、8人で組むというメンタリティを教わって、その年の九州では一番のスクラムが組めました。素敵なエピソードですね。自信になりました。初めて指導を受けたのですが本当に楽しくて、ただその後まさか自分がプロップになるとはって自分がプロップにさせられたみたいな感じですけど、自分から自らやってますけどねあの時もっとちゃんと聞いておけばと、ああいう長谷川慎さんとのエピソードもあって、いずれまた長谷川慎さんの指導を受けたいっていうことなんですけれども、日本代表も近づいてるんで、夢もいずれ叶うんじゃないかななんて思います。竹内くんのエピソードはちょっと強烈すぎですね。でも本当に地方の特に無名校で、花園経験がないとか大学選手権にも出れないっていう大学ラグビー部ってすごいたくさんあるんですよね。僕も知らないだけでたくさんあるんで、そういう選手の中でもこういう竹内選手みたいに諦めずにチャレンジすればリーグワンで活躍できて、今なんか1年目は確か怪我だったのかな、アークスでも。で2年目とかですよね、まだそれって2年目3年目わかんないですけど、でそれで日本代表の NDS に慣れてると、
どんだけシンデレラストーリーなんだっていう感じなんですが、竹石くんということで、まあちょっと NTT グループの状況はちょっと見えないところも多いのですが、きっと彼が彼は残って、そのアークスファンとかに向けてですね、1年で一部に返り咲くみたいな気持ちで中心メンバーで、下手したらキャプテンとかやるんじゃないかななんて思ったりもしてます。アークスファンじゃない方でも、やっぱり NDS メンバーということは日本代表近いということなので、竹内君の名前をぜひ覚えておいてもらいたいなと思います。素敵なエピソードとセットでお届けさせていただきました。竹内君引き続き応援しております。それではレッツラグビー。